それを知らずに扶養控除として申告してしまうと、まあ、海外で税金払って全く同じ所得適用しないと二重払い、非常に損をしてしまう可能性があります。どうも皆さん、おはようございます。今日巻き込む天才です。よろしくお願いします。今日もですね、確定申告の話の続きをしていきたいなというふうに思っております。皆さんがね、間違いやすいポイントであったり、忘れやすいポイント、まあこれを間違えると損してしまいますよっていうポイントについてちょっとねお話ししていきたいなというふうに思います。税務署はですね、基本的に税額が少なく申告したときは当然ね突っ込んできます。これ少なく申告してますよ、ちゃんと払ってくださいね、加算税も取りますよというふうに言ってきますけれども、多く申告してしまった場合には基本的に親切に払いすぎですよ、お返ししますとは向こうからは絶対に言ってこないんです。なので自分で注意する必要があるんですね。損をしないためには知識がないと本当に損をしますということで、正しい知識を身につけて損することない確定申告をしていただきたいなというふうに思います。確定申告どんな方が必要になるかということに関してはね、前回の動画でお話ししておりますので、前回の動画も参考にしておきたいなというふうに思います。このチャンネルではですね、こういったね税金に関する話であったり、経営に役立つ話、それからビジネスに関する話、それからビジネスエンターテイナーというチャンネル名なんですけれども、これからねエンタメの内容が増えていくというふうに思いますけれども、エンタメについても熱くやっていきたいというふうに思っておりますので、少しでもね興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録をお願いします。では早速ですね、確定申告で間違いやすいポイント、忘れやすいポイント10選ですをお伝えさせていただきたいなというふうに思います。で一応ですね、今日の内容としてはですね、まずね申告漏れですね、これを間違って少なく申告してしまうと大変なことになりますよっていう5点と、本当はもっと税金少なくできるのにこれ忘れたことによって本来より大きい税金を払ってしまうことになりますよっていう5点、合わせて10点、10ポイントをお話しさせていただきたいなというふうに思っております。まずですね、これ忘れると申告漏れになっちゃいますよっていう、まあ、少なく申告してペナルティを受けちゃう可能性があるもの5選でお伝えしていきたいというふうに思います。まず1つ目、副業の所得の記載漏れ。これね、そんなことないだろうって思う方も多いと思うんですよ。それは常識的な知識を持っていればですね、副業で所得があれば確定申告しなければいけないというふうに思っておりますので、そんなことありえないだろうって思うかもしれないんですけれども、意外とこれね分かってない方どうですか、多いんですよね。例えばね、まあアフィリエイトで報酬得ましたと、まあ大した金額じゃないからまあいっかみたいな感じで、これね、チリツモで結構な金額になったりするんですよね。まあこういったものを見逃していたりであったりとか、背取りとかやられているような方、まあメルカリでね、儲けている方とかですね、これ事業として反復継続してやっている場合にはですね、所得になります。自分のね、家にあるいらないものを売る分には別にいいんですけれども、もう儲ける目的で仕入れて買ってっていうのをやっていれば、それは事業になりますので、申告しなければならないということで、この副業による所得ね、これ漏れてると、まあ指摘受けますので、これは注意してくださいということですね。で、次2つ目、扶養控除の記載の誤り。まあ適用の誤りですね、扶養控除の。これはですね、収入があって本来は、扶養控除の対象になっていないのに入れちゃってるっていうようなパターンが考えられます。例えばですね、子供、16歳以上の子供っていうのは扶養控除の対象になるんですけれども、高校生になったらバイトとかしたりしますよね。で、このバイトの所得が、まあ、扶養控除の範囲を超えてしまうと、例えばね、アルバイトで高校生だと結構頑張れば月10万とか稼げたりすると思うんですよね。またはですね、まあ、YouTube とかやって、まあ、配信したりとかいろんなことで稼いでる人って意外といるのかなと思うんですけども、こういったことで収入が増えてくると扶養控除から外れるんですね、本来は。でもそれを全く考えずに、まあ、子供が何やってるか知らずにっていうパターンも多いと思うんですけれども、それを知らずにですね、親が扶養控除として申告してしまうと間違いになってしまって、後で指摘される可能性がありますよということなので、子供がですねバイトしてなかったとしても収入があるという可能性はありますので、まあ、そこはねぜひ確認していただいた方がよろしいのではないかなというふうに思います。あとはですね、もう引退した親を例えばね扶養に入れているという場合などでも、パートとかねいろんなことで収入がある可能性がありますと、そういった場合もですね、扶養控除の範囲内に収まっているかというのは確認してから扶養控除の対象として入れるかどうかというのを考えていただくようにしていただきたいなというふうに思います。次、申告漏れになる可能性があるもの3つ目、一時所得の記載漏れ。これも結構忘れがちかなというふうに思います。これ例えばね、生命保険の一時金とかをもらった時ですね、生命保険の場合は対象になるものならないものありますので、ちゃんとね保険会社の方に確認して、これは一時所得の対象になりますかなりませんかっていうのを確認しておいた方がいいかと思います。
例えばね、病気とか怪我で病院に通ってその通院とかね、病院にかかったものに対して保険金もらったなんていうのは基本的に一時所得の対象にならないんですけれども、保険の種類によってはこの一時所得の対象になってくるものっていうのがありますので、まあ、そういったものが該当するものを受け取っていないかとか、保険金ね結構大きい金額受け取った時は注意しておいていただいた方がよろしいのではないかなというふうに思います。そして確定申告の間違いやすいポイント、申告漏れになっちゃいやすいポイント、4つ目、医療費控除の適用誤り。これはですね、医療費控除というのは、まあ、病院とかにかかったお金が、まあ、基本的には10万円超えてくると、所得控除の対象というのになってくるので、医療費ね、たくさんかかるような家庭の場合はですね、この医療費控除というのを使うと思うんですね。で、病院でかかった金額が対象になるのはもちろんのことなんですが、薬局とかで例えば風邪ひいて風邪薬買ったなんていうのも対象になってはくるわけなんですけれども、これが結構ね、間違ってるパターンがあって、今薬局って普通に日用品、食料品とか飲み物とか何でも売ってますよね、結構薬局って。この薬局で買った何の関係もない、医療費でも何でもない食料品であったり、そういった日用品なんかを医療費控除として入れちゃってるっていうパターンがたまにあるんですよね。なので医療費の領収書を使うときはですね、ちゃんと中身を見て医療費控除の対象となるものだけを含めるように注意しておいていただければなというふうに思います。そして、確定申告間違いやすいポイント、所得漏れになりやすいポイント、5つ目、国外所得の申告漏れ。まあこれはですね、結構対象になる方少ないかもしれないんですけれども、海外不動産投資なんてやってる方、まあ、最近意外といるんじゃないかなというふうに思います。結構ね、有名なテレビで CM やってるような不動産会社が、積極的に海外不動産投資しませんかっていうのを営業したりしているので、意外と富裕層の方なんかはやられている方多いんじゃないかなというふうに思います。で、このね、海外の不動産投資で得た収入というのは当然ね、確定申告の対象になってきますので、これも申告していなければ申告漏れになってしまいますので注意してくださいね。はい、ということで以上が、まあ、申告漏れ、少なく申告してしまうというリスクがあるものを注意しておいてくださいねという5点でした。で、ここからはですね、逆に申告しないと損をしてしまいますよというもの、忘れてしまって損しがちなもの5点お伝えしていきたいなというふうに思います。これを申告しないと損しちゃいますよというもの、1点目、先ほど出てきましたけど医療費控除ですね。基本的に10万円以上医療費かかっている場合には医療費控除の対象となって、その分ね、所得控除になりますので税金を低くすることができるんですけれども、これ意外としてない人多いんじゃないかなと思います。サラリーマンなんかの場合には確定申告普通しないんですけれども、医療費控除を使う場合には確定申告しなければいけないんですね。なので医療費が10万円を超えるような場合には確定申告して医療費控除することによって税金返ってきますので、ぜひね、この医療費控除を忘れている場合、今年結構なんか入院したりで医療費かかったなっていうことがあったりするのであればですね、医療費控除を使って、申告していただければなというふうに思います。はい、次にこれを忘れて申告しないと損しちゃうもの、2点目、ふるさと納税。これはですね、申告しないといけないことに気づいていないという方が意外といるというお話があったりします。まあ、これあえてふるさと納税してるのであれば、まあ、申告するのは当たり前なのでそんなに多くはないかもしれないんですけれども、ふるさと納税ね、各地方自治体に寄付金としてふるさと納税しますよね。で、この払った分払って返礼品もらって満足しちゃって、それで終わっちゃってるっていう方がいらっしゃると。でもこのね、払った金、例えば10万円寄付したら10万円寄付しましたっていう申告をしないとですね、その分の税金安くならなくて、ただ10万円で返礼品を買ったみたいな感じになって、普通より高い買い物しちゃったみたいなことになりかねませんので、ふるさと納税をした場合にはちゃんと確定申告をしてください。ただですね、サラリーマン、給与所得の方は、ワンストップ納税っていうのがありまして、寄付先が5カ所以内であればですね、確定申告しなくても大丈夫な制度もありますので、まあそのどちらかですね、ワンストップ納税を使うか、確定申告するかどちらかですね、いずれにせよ手続きはちゃんとしてくださいということです。では申告しないと損をしてしまう可能性があるもの、3つ目、扶養控除の適用漏れ。まあさっきもね、申告漏れの方でも扶養控除の話しましたけれども、対象にできる親族がいるのに入れてない場合、これ逆もあるっていうことなんですよね。例えばなんですけども、まあ、一緒に住んでいるのであれば普通入れますよね。なんですけど、例えば離れて暮らす家族、例えばね、離れて暮らしているけど毎月毎月仕送りを送ったり、まあ、老人ホームとかに入っていて、そこに対する費用を負担しているような場合っていうのは扶養控除の対象になるんですね。一緒に住んでることが要件にはなっていないので、離れて住んでいても、扶養控除の対象になるんですけども、それを知らなくて、入れてなかったみたいなパターンがあったりします。
しますので、扶養しているということであればですね、一緒に住んでる住んでないに関わらず扶養控除の対象になりますので、ぜひそこね忘れないようにしていただきたいなというふうに思います。もう一つですね、家父控除っていう制度があるんですけれども、これは例えばですね、女性の人が、旦那さんと離婚したり、旦那さんが亡くなっちゃったりして一人で子供を育てているような場合に使える制度、これがですね、ちょっと制度が変わりまして、一人親控除っていうような名前に変わったりしてるんですけども、子供を一人で育てているような場合にはですね、控除が使えたりしますので、こういったものの適用も忘れないようにしていただきたいなというふうに思います。そして申告しないと損をしてしまう可能性があるもの、4つ目、住宅ローン控除。さすがにこれ忘れる方あんまりいないのかなとは思うんですけども、一応入れておきます。この住宅ローン控除というのはですね、1年目だけはですね、絶対に確定申告が必要になります。つまりサラリーマンなんかであっても年末調整でこの1年目の控除はできませんので、1年目だけは確定申告ご自身でする必要があるんですね。なので家を買ってローンを組んだ場合は確定申告を必ずその年はしてくださいということです。2年目以降はですね、税務署から送られてくる書類を会社に提出すれば、それで年末調整して終わりということになりますので、1年目だけなんですけれども、このね、人生で一度になると思うんですけども、この手続き絶対に忘れないようにしていただければなというふうに思います。そして最後、申告しないと損をしてしまう可能性のあるもの、5つ目、外国税額控除。これは何かというとですね、申告漏れになってしまう可能性のあるものの5つ目もね、国外所得の申告漏れっていうお話しましたよね。この国外所得に関するものでですね、海外で所得があった場合、日本で確定申告しなければいけないんですけれども、海外でも税金払ってる場合っていうのがあるんですね。そういった場合、海外で税金払って全く同じ所得として日本でも税金払ってしまうと二重課税になっちゃいますよね。なのでそういった、税務上の不利益をなくすためにですね、海外で払った税金っていうのをマイナスできる制度があるんですね。なのでこれ適用しないと二重払いです。非常に損をしてしまう可能性がありますので、海外で払っている税金があるのであれば、ちゃんと確定申告で海外でその金額払いましたっていうのを合わせて申告していただければなというふうに思います。ということで本日は以上になります。いかがですか？基本的なことが中心ではあるんですけれども、意外と忘れてしまう人がいるというものをお伝えさせていただきました。申告漏れになっちゃう方、これは当然ね、忘れると後で痛い目見る可能性ありますし、申告しないと損をしてしまう可能性のあるもの、こちらに関しては税務署の方から指摘されることはありませんので、基本的に自分で申告する必要があるということなので、もう何十年後に気づいてももうそれ取り返せませんので、ぜひね、毎年毎年ちゃんとチェックをしていただいて、損をすることがないようにちゃんと申告していただければなというふうに思っております。ということで本日以上になります。このチャンネルではですね、こういった税金の話であったり、こんな本を作ってお金の教育なんかをしたりしています。お金の教育、この本に書かれている内容に関してはですね、マネーセミナーという動画シリーズで詳しく解説しておりますので、そちらの方もまとめて見ていただけるといいのかなというふうに思います。ということで本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。